グリークサルーキは、ギリシャ原産のサイトハウンド犬種である。別名は、グリークグレーハウンド、ヘルニコスイフニラティス。また、稀に、アルバニアングレーハウンドと表記が行われる場合があるがそれは間違いで、それは、アルバニア原産のサルーキの系統の別犬種であり、本種ではない。超古代犬種の一つで、サルーキやその親戚であるね、イリと共に、 紀元前7000年頃から存在していた。この三犬種はいずれも血統的な関わりがあるが、どれが原種であるかといったことなどについてははっきりと分かっていない。主に鹿からウサギまであらゆる哺乳類を狩るのに使われている。小さなパックもしくはつがいで狩りを行い、自慢の視力と脚力を活かして獲物を追い詰めて仕留めた。山中でも知恵を駆使しながら、 仲間と連携を取り合って狩りを行う。元から貴重な犬種で二度の世界大戦により絶滅寸前になってしまった。現在もその頭数は非常に少なく絶滅してしまう危険性も非常に高い。ほぼすべてのグリークサルーキがギリシャ国内でのみ飼育されていて原産国外にはほとんど知られていない。フシーにも未公認の希少犬種である。 その姿はサルーキにもよく似ているが、それよりも体高が高く、ややがっしりした体格をしている。ボディは筋肉質で引き締まっていて、サイトハウンドのため体型がよく、マズル、首、足、胴、尾が長い。頭部は小さくりんとした顔つきで、マズルは先細りである。耳は垂れ耳、尾はサーベル型の垂れ尾で、耳と尾には飾り毛がある。コートは、 滑らかなスムースコートで、毛色はブラックホワイトなど。体高70センチメートル前後、体重30キログラム前後の大型犬で、性格は家族に対しては良くなつき、繊細だがそれ以外の人の前ではあまり感情を表に出さない。しつけの飲み込みは普通だが、状況判断力は非常に優れている。身体能力が高く走るのがとても早い上、運動量は多い。 ありがとうございます。